この動画では急性膵炎の画像診断のうち MRI を中心にお話ししていきます。前回は急性膵炎の病態と造影 CT を使った重症度判定についてお話ししましたが、今回は MRI 中心の話です。急性膵炎の画像診断において MRI は非常に有用で、今回の動画の目標としては急性膵炎の MRI の画像所見について知ること、そして医師が MRI をオーダーする際には当然 CT ではわからないことが MRI でわかるということでオーダーすると思いますが、そのような急性膵炎の MRI の適用について知ることを中心にお話ししていきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話していきますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。68歳男性で間質性不正膵炎の方の症例です。 CT の膵児失踪で膵尾部を中心に主題が見受けられ、ゲロッタ筋膜の飛行と脂肪式の上昇が見受けられます。 MRI の画像を見てみると膵炎の主題に関しては T2 強調画像、拡散強調画像、脂肪抑制の T2 強調画像が非常に分かりやすく、特に拡散強調画像が分かりやすいと思います。ゲロタ筋膜の飛行や液体調理に関しては脂肪抑制の T2 強調画像が分かりやすいです。通常膵臓は T1 強調画像で非常に高タンパクな部分を反映し高信号となりますが、浮腫によるみずみずしさを反映して低信号になっているように見受けられます。 ADC では特に不均一な信号は見受けられません。間質性不死性膵炎インターステシャルエディマタスパングラタイティスは形態的に間質の浮腫を特徴とし、膵炎の 80-90% を占めます。予後良好で特殊な治療を必要とせず警戒することが多いですが、適切な管理が行われない場合には重症化する可能性もあります。通常症状は1週間以内に改善が認められるとされています。間質性不死性膵炎の画像所見としては微慢性ないし限局性の炎症性膵児主題が見受けられ、造影 CT では膵児質は均一な造影効果を認め、明らかな壊死つまり造影不良は認められません。多くの場合に膵児周囲の脂肪式の上昇や液体貯留が見受けられます。 MRI では膵や膵周囲の浸出液貯留を鋭敏に検出することができ、脂肪抑制の T2 強調画像、拡散強調画像が有用です。 T1 強調画像では浮腫をのみずみずしさを反映し、正常の膵児質と比べて等信号から低信号となります。 T1 強調画像で異常高信号のない間質性不死性膵炎の場合には脂肪抑制の T2 強調画像の高信号で浸出液や脂肪式の上昇の範囲を見ることによって重症度の決定がされます。造影 CT による重症度判定に関してはこちらの動画を参照いただけたらと思います。続いて、壊死性膵炎の症例を見ていきたいと思います。73歳女性で、強い進化物と腹部膨満があった患者さんの症例です。単純 CT と膵児失踪の造影の膵頭部の断面と膵体部、膵尾部の断面を示しましたが、膵頭部のみ造影効果があり、膵体部、膵尾部に全く造影効果が見受けられません。単純 CT、造影 CT ともに膵周囲に液体貯留、そして脂肪式の上昇が見受けられ、壊死性膵炎と診断された方の症例です。この方の発症20日後の経過観察の MRI では、T1 強調画像のインフェイズと脂肪抑制の T1 強調画像で、造影 CT の造影不良域に対応する部分が非常に高信号になっていることがわかります。こちらは壊死性膵炎に伴う出血性の脂肪壊死を反映した高信号で、脂肪もしくは出血は T1 強調画像で高信号となる特徴を生かし、壊死性膵炎に特徴的な所見とされています。T2 強調画像では、膵周囲の液体貯留がこのように高信号で描出され、この液体貯留に関しては拡散強調画像でも高信号となっており、サラサラしたような拡散しやすい綺麗な液体ではなく、ドロドロとしたような拡散がしづらい汚い性質の液体であることが予想されます。このように壊死性膵炎では出血性脂肪壊死を T1 強調画像で描出し、周囲の液体貯留や脂肪式の上昇などに関しては T2 強調画像や拡散強調画像が見やすいというのが特徴です。壊死性膵炎ネクロタイジングパンクラタイティスは
水蒸質または水周囲組織が壊死に陥ったものと定義されます。間質性不正膵炎と比べ合併症発生率が高く、インターベンションなどの介入が必要となる可能性が高い、つまり治療方針が違うことや、壊死組織への感染合併の有無で死亡率に著名な差を認める点で、間質性不正膵炎と壊死性膵炎を鑑別することは非常に重要です。膵内外の広範な脂肪壊死と膵実質壊死を伴い、膵炎の 10% から 20% を占めるとされています。壊死性膵炎の死亡率は 15% から 20%。壊死組織に感染を合併する感染性膵壊死では死亡率が 30% から 40%。壊死性膵炎に臓器不全を伴う場合は死亡率が 50% と非常に高い死亡率となっています。発症から24時間以内に適切な治療が行われない場合には致死率がさらに上昇する傾向があり、画像診断等で速やかに診断する必要があります。壊死性膵炎の画像所見については、壊死に陥った部分は造影効果を示さないこと、また出血性脂肪壊死を反映し T1 強調画像で高信号になるというのがポイントとなります。画像所見についてまとめると、造影 CT では主題した膵実質が造影効果を示さず、そのような場合には膵壊死を強く疑います。特に膵実質層で CT 値が 30HU 以下であれば、より強く疑う所見となります。しかし、造影不良だけでは壊死と断定することはできず、虚血による造影不良が壊死と判断され、過大評価されてしまう可能性があることに注意が必要です。また、壊死貯留物では内部に不均一の造影効果を認める場合があります。壊死貯留物は単純 CT では浸出液よりやや高い吸収値を呈する場合があるため、そのような場合には造影効果の判定が難しいことに注意が必要です。また、壊死性膵炎には MRI が非常に重要で、壊死貯留物、特に出血性脂肪壊死を伴う場合には、脂肪抑制の T1 強調型でこのような強い高信号となり、非常に有用な所見となります。膵周囲液体貯留が血性であることも、脂肪抑制の T1 強調型等を見るとある程度判断が可能で、例えば今回の症例では、この周囲の液体貯留は、脳脊髄液よりも、T1 強調画像でやや高信号で、 T2 強調画像でも少し低信号と、通常の綺麗な液体とは違う成分のように見えます。また拡散強調画像では強く拡散している綺麗な水というのは低信号となりますが、拡散強調画像で非常に高信号となっており、ネバネバしたような材質、つまり出血や高タンパクの液体のような成分が予想され、そのような内部正常の評価には MRI が非常に有用です。続いて MRI がより診断に有用だった症例を紹介します。74歳女性でアミラーゼ・リパーゼ・コーチだった方の症例で、単純 CT で膵周囲に脂肪質の上昇と液体貯留が見受けられ、造影 CT の膵実質層と平行層で膵尾部の一部に造影不良液を認めます。感情団では液体貯留が腎下極の胃炎よりも存在し、造影 CT のグレード分類ではグレード2の急性膵炎の方の症例です。このような症例ではなぜ急性膵炎になってしまったのかという原因が気になるわけですが、この方は女性であることおよびアルコールの摂取歴がないということで胆石性の膵炎が疑われますが、 CT では双胆管の部分に結石が見受けられません。そこで MRI を撮影してみると、 MRCP および T2 強調画像の感情団でこの部分に結石があることが確認できます。 ERCP を行うと実際に結石を確認することができ、バスケットカテーテルおよびバルーンカテーテルで双胆管結石の除去が行われました。このように CT では判断できない結石が MRI では判断できることがあり、急性膵炎の原因の分析において MRI が非常に有用であることがわかる症例だったと思います。血液検査所見で肝胆道系構造に異常があれば胆石性膵炎を疑います。双胆管結石はその後の治療方針に大きく関わるため慎重に読影する必要がありますが、 CT での双胆管結石の検出感度は 40% 程度と言われており、今回の症例のように CT で判断できない結石が MRCP で判断できる場合があります。このように MRCP を追加することで CT では同定困難な純コレステロール結石やタンパク線の指摘が可能という意味で MRI は有用です。続いて MRI が診断に有用だった別症例を提示します。66歳男性で、
CT で水位周囲に脂肪質の上昇があり急性水炎の所見です。 T2 強調画像ではこの部分の相胆管よりも主膵管はかなり腹側を走っていることが確認できます。 MRCP では通常水位が排出されるファーターニュートンよりも等速の部分を主膵管が走行しており、この部分のサントリーニ管を経由して副乳頭から水液が排出されていることが確認できます。水管融合不全による急性水炎の症例です。 MRCP の元画像を丁寧にたどってみると、この部分の相胆管から腹側水管がこのように出ており、肺側水管と連続していることが確認できます。不完全型の水管融合不全ですけれども、水管融合不全に関してはこちらの動画で詳しく解説していますので、こちらの動画も参照いただけたらと思います。水管融合不全は急性水炎の原因の一つとなっており、このような水管系の先天異常に関しては CT よりも MRI の方が圧倒的に情報が多く、このような原因の精査に関しては MRI は非常に有用です。続いて13歳女性の方に急性水炎が発症し、その原因検索のために MRI が施行された症例です。このように若い方の水炎に関しては水管の先天異常が強く疑われます。この方は MRCP で相胆管と主膵管の合流部分からこのような共通管が出ていますが、この共通管が非常に長く、この部分のオッディ括約筋の収縮作用が及ばないことによって水液が相胆管に逆流してしまったり、胆汁や水液の排泄障害が起きる水胆管合流異常による水炎でした。またこの部分に結石を確認することもできます。このように水液が相胆管に逆流してしまったり排泄障害が起きた場合には、このような非常に相胆管や胆道系が拡張してしまうことが起きてしまい、先天性胆道拡張症と言われています。水胆管合流異常に関しては胆道がんや急性水炎の強いリスク因子となっており、MRCP が非常に診断に有用です。こちらは急性水炎診療ガイドラインに載っている急性水炎の性因を並べたものですけれども、男性はアルコール性、女性は胆石性が多い特徴があります。その他特発性、膵臓腫瘍、手術、ERCP、高脂血症、慢性水炎の急性増悪、薬剤などが原因となっています。またこちらに記載されているパンクリアスディビスム、水管融合不全やパンクリアティコビリアリーマルジャンクション、水胆管合流異常などの水管の先天異常も原因の一つとなっています。こちらは先ほどの表を男性、女性、トータルの順番に並べたものですけれども、このうち赤色で示した胆石性、慢性水炎の急性増悪、水管融合不全、水胆管合流異常などは MRI が非常に診断に有用な原因の一つとなっており、このような急性水炎の成因を判断するために MRI は非常に有用です。以上のことから MRI の適用について考えると、臨床所見や超音波 CT で原因が特定できない水炎の成因検索においては MRI が適用となります。 MRI が診断に有用なものは相胆管結石と水管の先天異常で、これらの評価において MRI や MRCP は特に有用となります。MRI、MRCP は胆管や膵管の全体像を非侵襲的に評価できる特徴があります。相胆管結石の病室においては超音波が 20%、 CT が 40% 程度の感度であるのに対し、 MRI、MRCP の組み合わせでは 80% の感度があるため、胆石性急性膵炎の成因診断において非常に有用です。よってMRI、MRCP を追加することで CT では同定困難な純コレステロール結石やタンパク線の指摘が可能です。 MRI では膵実質の炎症が軽微なものでも造影剤を使うことなく鮮明に描出することができます。また ERCP と比較して乳頭部の操作を必要としないため、 ERCP による急性膵炎など病状を増悪させる危険性がなく非侵襲的であるということから、比較的早期の撮像が可能で安全に検査することができます。シーケンスとしては急性膵炎を確定するためのシーケンスとしては脂肪抑制の T2 強調画像、膵液腫の有無を判定するためのシーケンスとしては脂肪抑制の T1 強調画像、相胆管結石などの原因検索のためには MRCP やヘビリー T2 強調画像が有用となります。
それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は急性膵炎の画像診断のうち MRI を中心にお話ししました。間質性不正膵炎と S 性膵炎の画像所見について、 T2 強調画像と拡散強調画像は水腫大の評価、炎症の範囲の把握、液体貯留の評価に有用です。 T1 強調画像は S 性膵炎における出血性脂肪移植の評価に有用でした。またMRI をどのような場面で撮るのかの MRI の適用については、超音波や CT で感度が低い相関関係積を評価したいとき、また膵管の先天異常を評価したいとき、例えば膵管異合不全や膵胆管合流異常の評価において MRI が特に有用でした。それぞれ放射線技師が撮影する際に、どのモダリティがどのような場面で有用なのかについて常に考えながら撮影することが大切になってくると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。